こです。今日のマコチャンネルは DIY です。はい、今回はじゃん、キャンディースクイーズを作ってみました。100均グッズで手軽にできるんですけど、まあ、スクイーズは前から気になってて、なんかどういう風にしようかなと思って、こんな感じでちょっとミニキャンディーをイメージして作ってみました。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。今回用意したものはこちらです。それではその作り方をご覧ください。マコチャンネルスタート。それでは始めていきます。まずはこちらのメイクアップスポンジを使います。で、今回は好きな大きさでいいんですけど、私はこれを半分に一度切って使っていきたいと思います。こちらで2個分になります。で、今回こちらをまず丸く切っていきたいと思います。もし分かりにくい方はこうペンとかで丸く円を描いて切っていくといいと思うんですけど、まずはこの角を切り落としていきます。そしたらこのまま上の部分の角もなくなるようにこうカーブしながら切っていきます。はい、まず上半分ができました。ではまたひっくり返してこう上に丸くなるように作っていきます。はい、まだボコボコしてるんですけど、こんな感じでだいたい丸っぽい形ができたら、こんな小さいハサミ、これは眉毛用のハサミなんですけど、こんな小さいハサミを使ってこの角を落としながらもっと丸くしていきます。はい、そしたらこんな感じで丸い形ができました。今度はこちらのガラス絵の具を使って色をつけていきたいと思います。ではまずは色を作っていきます。こちらの白とピンクを混ぜて薄ピンクを作っていきたいと思います。で、色ができたら半分にピンクを塗ります。これ塗るのはスポンジとかで塗ってもいいし、こういうちっちゃい筆とかで塗ってもいいし、何でも大丈夫です。トントンするようにのせていきます。はい、こんな感じで片面ピンクが塗れました。こちらの反対側は白で塗ってもいいし、でも元々が白いのでこのままでも大丈夫です。次はこちらのクリアポケットを使います。こちらはこんな風に袋になってるんですけど、これをまた端を切ったりしてこれぐらいの小さくカットします。半分よりちょっと小さいぐらいの大きさにカットしました。ではさっき塗ったこちらが乾いたらこのクリアポケットで巻いていきます。で、くるっと巻いて小さく切ったセロハンテープで留めます。こんな感じで真ん中に入れることができたら、次はこちらの刺繍板でこの横を結んでいきます。グッと縛る時にこの真ん中のキャンディーになる部分が潰れないように締めて何度か巻きつけて結びます。余った部分は短くカットしてください。反対側も同じように結びます。こんな感じでいろんなカラーを作ってみても可愛いかなと思います。で、こんな風に触るとプニプニして気持ちいいんですけど、まあ、普段置いとく時とかはこういう100均のグラスだったりリボンを結んで、あと綿を置いてその上に飾って、まあ、パールのビーズとかも置いたりしても可愛いかなと思います。皆さんもぜひ試してみてください。いかがだったでしょうか。今回はこんな感じでキャンディースクイーズを作ってみました。すごいなんか置いてても可愛いし、こんな風に触っても気持ちいいし、すっごい簡単なのでぜひ皆さんも参考にしてみてください。もしこの動画を参考に作ってくださった方はぜひハッシュタグマコチャンネルをつけてアップしてみてください。他にも池田もこのマコチャンネルでは DIY やメイクなど週4回アップしています。気になるのがあったら評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回は池田まこの100均 DIY キャンディースクイーズでした。バイバイ。